じめまして、ジェトロデュッセルドルフプラットフォームコーディネーターの奥山と申します。これから欧州への日用品の輸出についてご説明いたします。海外ビジネスへの第一歩、その前にドイツ日用品分野輸出編。まず家具市場の基礎情報です。家具の市場規模、ドイツにおいて家具は日用品の中でも最もお金を持たすものの一つです。家具市場の売上高は2021年に約2410億ユーロに達する見込み、2025年には約2800億ユーロの市場規模が予想されています。これは年間売上成長 3% に相当します。以上の資料は統計会社からの引用です。家具は価格も高く、やはり一番多くの人が大切するものなので、ここではピックアップしています。制度的制約、周辺諸国との比較として、玩具、電気製品など一部 CE やリサイクルなどの手続きが必要です。市場トレンド、自然素材、リサイクル可能なものなど環境に優しいもの、アップサイクル製品、例えば古いタイヤを再利用したものなどが代表になります。フェアトレードの商品、家の中で快適に過ごすためのインテリア、ルームフレグランス、インテリア小物、ルームウェアやワンマイルウェアなど、これは家で仕事をしたり家で過ごす時間が増えたためです。ホームオフィスのためのグッズ、バーベキューや低温調理器具など、よりマニアックなキッチン用具、これも家で過ごす時間が増え、趣味などに費やする時間が増えた理由もあると思います。省流や物流について、以前は流通業者、卸売業者が多く存在していましたが、最近は大規模店舗の直接買い付けや製造業者が小売店もしくはエンドユーザーに販売することが増加しています。実店舗、特に専門店は減りつつあり、オンラインショップがさらに増加しています。特徴的な商習慣として、通常非常に多くの展示会が開催され、新しい商品などの発表には適しています。バイヤーと知り合うチャンスも多く、またその場で受注していただくこともしばしばあります。次に営業を担当する専門業者の存在、彼らがプロモーションや小売業者とのやり取りを担当します。製造者が何度も営業に行くことはあまりありません。また近年この業者は減りつつあります。消費者は必要ないもの、自分の生活レベルに合わないと判断したものにお金を払うことはない。全体的に価格に対して非常に厳しいです。それは以下のことも理由の一つに挙げられると思いますが、日本に比べずっと高い付加価値税 19% から20% 程度のものがかかるっていうのもあります。今までの日本企業の参入状況は、文房具、和包丁、コーヒー関係などのキッチン用品、雑貨など、インテリア小物、ノコギリやハサミなどの工具、ガーデングッズ、ジーンズやスニーカーなどが参入しています。この写真は現地代理店兼ショールームの例です。特にクリスマスはこのようにデコレーションに力を入れます。また以下の写真はアンビエンテやメゾンオブジェなどの展示会の設営の一例です。ここでは成功例を説明します。文房具、キッチン用品など今までヨーロッパに存在していなかった商品、機能やデザイン性の高いもの、目的、サイズ感などが普遍的なもの、ヨーロッパでの価格をもとに商品の値段を設定すること、市場に合った価格帯でスタートすること、輸入や商品管理、流通などの業務を担当してくれるパートナーを見つけること、見本、商品によっては委託などパートナーがより販売しやすい環境づくりに協力すること、トラブルなどに対するアフターケア、パートナーとの強い信頼関係。失敗の大きな例は、
市場調査などをせず、ヨーロッパ市場に合わない商品、むやみに高額な商品、価格設定が分かりにくい商品、最低ロットが多すぎるもの、不確定な納期、あまりにも遅い対応、最後に日本からの個別の販売、送ることが難しいことや、お金のやり取りが最も難しいことが挙げられます。最後にまとめです。まずは、どのような商品がいくらくらいの価格で売られているかなどの市場調査をしてください。その上で、自分たちの商品に可能性があるかどうか、海外向けにさらに商品開発が必要かどうかなどを判断していただきたいと思います。その次に、自分たちの目標をしっかり決めること、なぜヨーロッパに進出したいのか、現実的に見て大量に販売できると考えられるかどうか、もしくは少量でもいいから少しでもヨーロッパで流通させたいか、その際、ユーロ建ての価格表示は必須、また卸売価格だけでなく小売価格の目安も考えておくことが必要です。値段がわからないものは販売しようがありません。為替によって変わることも非常に厳しいです。いわゆる円建てやドル建てではヨーロッパでは通用しません。インテリア雑貨や工芸品など高価格なものは特に少量からでも販売できるようにすること、最後に高いコミュニケーション力、ただここでは特に英語がうまいとかそういうことは必要ありません。返事を書くことが早く、伝えたいことを簡単に説明できれば十分です。その上で少なくとも数年は続けるつもりでトライすること、どんなチャンスも逃がさずより良い関係を築けるように努力すること、商品開発やプロモーション用の媒体、特に写真やカタログ、ウェブサイトなど、また見本の提供など、ある程度の出資は必要と考えることです。最後までお聞きいただきありがとうございました。